おはようございます。おはようございます。あ、どうもこんにちは、あのウォルトディズニーです。誰がどこがやねん。ウォルトディズニー、こんなドラゴン着ないから。お前本物見たことあるんけ。いや、ないっすけど。じゃあウォルトディズニーやないかい。いやいやいや。まず久々にね、久々にトラックさんと俺2人なんですよね。で、久々に見たこのオープニング、懐かしいですね。で、あのペデストリアンデッキ工事中で行けないんですって。もう道が繋がってないですもん、あそこ。前回東北道縦断したじゃないですか、うん、もう予算が尽きたんですね。ということで今回はこの慣れ親しんだ郡山をちょっとぶらつこうということで。海水館行くか商店街行くかになっちゃうよ。シャッター街しかないですからね今。ちょうど NHK の某ブラブラ番組が終わってしまったということで。ああ、そうか、ね、ということで某ブラブラ番組が終わっちゃったということで、じゃあもうその、ね、枠を牛耳るチャンスじゃないですか。鶴瓶の枠。あ、鶴瓶ではないですね。あのサングラスかけた人がブラブラしてたじゃないですか。あ、タモリの枠。タモリの枠鶴瓶完全に終わっちゃった。多分まだ家族に乾杯終わってないですけど、家族に乾杯と病院ラジオは俺大好きですね、 NHK では。じゃあもういい、分かった。じゃあ行こう、行きましょう。街中っていうかはさ、どっかさ、山だとか、うん、史跡とかね、史跡とか巡った、その辺巡った方がいい。史跡巡ろうよ。俺喋れるよいくらでも。郡山は何かありましたっけ。あの郡山はね、明治以降に作られた町ですからね、うん、何もないですよ。そんな浅い歴史しかないですから。こんな一丁前に高層ビルなんか建てちゃって、俺子供は何もしなかったらお前と一緒にラウンドワンだ。ただの学生やん。とりあえず街歩きの定番としてはやっぱメインストリートを歩いて、うん、駅から離れていくっていうのがまあ定番じゃないですか。さあ行くぞ。暗くない。駅前のアーケードに来たんですけどね。午前中からこの暗さは異常ですよ。異常じゃないですか。吹き抜け天窓なんですけどね、こんな暗いことあります？郡山に。 あそこのホルモン道場だよ、あれ。あ、ゲロモンがゲロしたやつだ。ホルモン道場はイマイチだったんですか？俺好きだよ。俺好きだよ。好きだけどゲロモンはつけて連れていけない大江戸ギャルズが、ね、あ、これ、ね、なんかここら辺なんか新しいのできたりして。そうっすね、確かこの辺新しく道も広くなってね。これ何もなくないもん。何も出て、そうそう何もなくなりましたね。やっぱあのメインストリート行きましょう。駅前大通りを。クラブシャープ9ですね。これ知ってる人は知ってると思うんですけど、某有名なアーティストがここでライブしてたんですけど、下積み時代。有名ですよ結構。グリーン。あ、グリーンス。だって福島県ってグリーンぐらいしかいない。グリーンぐらいしかいないですね福島は。飲み屋になるともうシャッター街だな。夜は空いてるんですけどね。意味なさそうなインスタスポットや。意味なさそうなインスタスポット。撮ろうと思ったら目の前でトラック止まるやん。行けねえし。これは地方だ。これはひどい。これは地方だ。あのせっかく動画のねえ見どころになると思ったのに、ね、だからサムネイルぐらい、サムネイルぐらいにはなると思ったのに。ここら辺はもう知ってるから。飯行こう。いやまだ早いでしょ。まだ11時にもなってない。だってもう飯食ったらもう帰って寝て終わりじゃない。いやデブ活すな。さてスクランブル交差点といえばね、渋谷も有名ですけど郡山も一応ありますから。スクランブル交差点。そんなに人多くない。人と車の数が段違いですけど、向こうと比べたら。一応スクランブル交差点あるんで、夜に来るとあのキャッチが増えてるから。そう、夜になるとね動き出す街ですから郡山は。今あの日花大学生が、はい、日花大学生と老後に余裕がある人。老後に余裕がある人。いやね、県内一番の
商業都市が夜の街ってどういう感じなんだって感じですけどね。郡山駅はねちょっとくぼんでるんですよね周りより、うん、だから郡山から離れるときは何かしらの坂が待ってるっていう。え、行くの行きません。え、なんもないよ。なんもないけど、でもね海星山公園あるじゃないですか。じゃあバスで行けばいいです。いや歩きましょうよ。なんで街歩きじゃないですか。いや海星山公園でいいじゃないですか。いやバスでいいじゃないですか。いやいやいや街歩きなんだからね、せっかく歩かないと。じゃあ何ですか、バスでね、バスに乗ってる映像を流してで海星山公園でちょっとすればいいじゃん。いや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 、そしたら何もね面白くないでしょ。途中カット中なんだからさ。いやいや、カット中ってなんやねん。俺全部カットしてるわけじゃないですもん。俺だもう歩きたくないの。いや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 、歩きましょうよ。帰りも歩くようだんだから。いやいやいや、帰りだって歩ったらいいじゃないですか、これぐらいの距離。言うて1キロ2キロっすよ。無理っす、私には。うるせえな、行く。さて、はい、桜通りにやってきましたね。桜咲いてないけど。桜咲いてないですけど。何が桜通りなんでしょうか。これ桜なのかな。これは多分違いますよね。明らかに桜ではないのに桜通り。桜通り名乗ってんの。どういう魂胆なんですかねこれは。これメインストリートなんですけど、郡山のメインストリートの割にはあの片側1車線っていうクソしょぼい2車線もないんですよ。朝の時間帯とかもう渋滞渋滞でとんでもない道ですからね。もう郡山の街づくりの失敗の一つとも言っても過言ではない。だからこそ徒歩というね。いや、あ、でもここのね、パン屋さんうまいんだよ。ひまわり。うん。へえ。ここのパン屋がすごいなんか有名なクリームパンとかあって、へえ。結構美味しいんだよね。あのちょっと工事がうるさいですね。やべっかな。あ、あれ？え？え？ちょっと待って、え？パン屋じゃないの？あれ？間違った。レザークラフトってレザークラフトってなってますけど。あれ？パン屋さんじゃなかった？おばあちゃんのアニメートや。おばあちゃんのアニメート。そうね、パン屋だったらオートモパンですよやっぱ。間違えた間違えた。いや、俺オートモパン以外にもこの辺有名なパン屋あったのかなと思ったらレザークラフトのお店だったっていう。おばあちゃんのアニメート。おばあちゃんのアニメート。オートモパンね。オートモパンです。あ、ここだよ。ここですね。今度はおばあちゃんのアニメートなんかじゃないですからね。さあ、こじんまりとしたパン屋ですけど。はい、というわけで大友パンに行ってまいりまして、パン買ってきましたけど、ね、何買ったんですか。まずは郡山の定番の郡山定番クリームボックスと、はい、あと黒筋牛カレーパン。黒筋牛カレーパン、そう、これ見て、これすごいじゃん。えぐいですねこの色。早速いただいてみたいと思います。はい、ああどうですか、カレーうまいですか。届かない届かない、まだ届いてないのね。スーな、うん、うまいうまい。黒って何なんですかね。イカスミでも入ってるのかしら。はい、料理的な男の発想。おこれはできない。はい、これはあ、オッケー、わかった。香辛料や。香辛料。カレーには大抵香辛料。香辛料。何の香辛料なんだ。これメインですもんね。そう、これが郡山名物クリームボックス。うん、クリームボックス。これはね、蔵王とかだとここになんか、酪農だとここになんかね、シートがあるんだけど。ああ、クリームがね、でもこれは崩れないように直で切ってるから。変な間があったな。どうですか。もう美味しいです。美味しいですか。甘さと深みと愛しさと切なさと心強さが美味しいですね。あ、あなた篠原涼子ですか。いい友達。急に小室哲哉始まるやん、ね、俺の認識だとやっぱ甘すぎない、生クリームとは違う、またね、まろやかな甘さじゃないですか。だから、だからね、食べれちゃうんですよね、ペロッと。あ、横で横で。じゃあトラックさんはね、普通のミルクボックスじゃない、クリームボックスで食べたんで、ちょっと俺は変わり種の、ラクオカフェオレボックスを
食べたいなと思います。どう、ああカフェオレですねこれ。普通のクリームボックスとはまた違うカフェオレ本来の甘さというか、ちょっと苦味もあってね、カフェオレの甘さ控えめな方が好きな人にはめちゃくちゃおすすめですねこれ。カフェオレ、あ、いいね、ね、お前がいいならいいよ、俺はそう思う。誰だよ。え、あの息子が不登校でようやく外に出てきてくれて嬉しい親。ほらクリームの量がねすごいんですよこれ。甘いのが大好きな人はマジでクリームボックスいっぺん食べたらどうなることか。食べればわかるさ。さて街もねだんだん市役所の方に近づいてきて、これホテル浜松ですよね。あ、そう、ここでね落語会とかやってるから。へえー、うん、トラクさんが、いや私やる。私やったらもう、それはもう待ってます、待ってます。何でも言うんで、何でもやるんで。でございます。モールですね。これ CM 覚えてるかね、なんか緑と青が喋る。あー懐かしい、懐かしい、ね、ありましたね。今ザモールの CM って売ってないっすよね。ないね、あの唯一イオンに対抗しようとしている。うん、声優系列ですもんねこっちは。そっか、声優とイオンですからね。あ、じゃどっちみちじゃん。どっちにしろこいつも大手の大手のやつですから。こいつも大手やん。こいつも大手ですからね。インディーズだと思ったら、あ、紅白とか出てるんですか。ってなるやん。